オレゴン州ガーデンホーム店シェリーズレストランはアメリカ合衆国西部で展開するファミリーレストランチェーン。年中無休の24時間営業である。初代店舗は1978年に開店したオレゴン州ハーミストン店である。企業事務所を同州ビーバー島のプログレス地区に構える。1978年ロンバーグキスト、シャロンバーグキストの手により、 オレゴン州ハーミストンで開業。その後の7年間、二人は会社の経営に携わった。1999年まで、シェリーズは総売上げで全米第9位、成長率でも第6位を誇るファミリーレストランチェーンであった。1999年3月、フェアモントキャピタル社から6000万ベドルで買収された。その時点で、シェリーズは 国内7州に96店舗と4000人の従業員を構え、年利益は1億2800万米ドルを記録していた。買収後の2003年の時点でも全米第9位という規模は変わらなかった。2005年4月、シェリーズは男女差別訴訟で敗訴し、12万2225米ドルの損害賠償の支払いを命じられた。2005年12月になると、 シェリーズはニューヨークの民間投資会社サークルピークキャピタルに買収される。2008年7月には24年間シェリーズに勤めたラリー・カーティス社長が引退した。その後、レストラン産業で多くの経験を積んだブルース・マクディア・ミドがシェリーズに参加した。マクディア・ミドはこれまでにブラック・アンガス・ステーキハウス、 シェビーズフレッシュメックスレストラン、パラゴンレストラングループなどで研鑽を積んだ。2009年、シェリーズは北カリフォルニアで展開するレストランチェーン、ベイカーズスクエアを買収、同レストランにシェリーズの名前を冠して運営を開始した。現在、ワシントン州、オレゴン州、カリフォルニア州、アイバホ州、ワイオミング州、ネブラスカ州に計98店舗を構える。 ありがとうございます。